皆さんこんにちは、さきです。そしてハラオです。今回はこちらの牛乳とココアを使って大飲み対決をしたいと思います。はい、ということでですね、今からあのオセロをしていくんですけど、ルールは普通のオセロと同じなんですけど、まあ、そのオセロのこの丸いやつをこの飲み物に変えただけ変えただけっていう企画ですね。ひっくり返すじゃないですか、オセロって、うん、それをひっくり返された分を飲まなきゃいけないっていうね。そう、きついんですよ今回。ここに白あんじゃん、で黒黒白だったら2個飲むの、2杯飲むの。そう、飲めないやつはギブアップ。そうで負け、その人の負け。ハラオくんはこちらのココア黒担当です。いや、私が牛乳です。説明だとちょっと難しいので、早速やってみるか。実際にやってみたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで早速ねオセロやっていきたいと思います。全国高校受験いきます。せーの、先行。じゃんじゃんじゃん、バイ。何それ。じゃあ先行で。あ、そっか。うわっ、はい、じゃあ飲んでください。早速ここですね。はい、こちら飲みます。うわっ、まあまあまあじゃないわ、別に牛乳嫌いじゃないわ。飲む、行こう。そう、うん、うん。じゃあ、うわ、待って、オセロやってる席でわかんない。じゃあここにします。はい、はい、じゃあ飲みます。まだ1個ずつですね。また大丈夫。うん、おいしい。じゃあ次いきます。ここですね。うわっ、2個取りしましたね。2個飲んでね。まだまだ余裕、うん、まだまだね。うん、あ、待って、来た、これは来た。はい、3個取り。マジで。はい、ここは3個取りです。これ私が勝ってますね、今のところ。え、どうしようかな。え、どこ置こうかな。この状況だったらここしかないの。ここ、2つどうぞ。待って、どうしようかな。じゃあこちらに出します。はい、じゃあハロー君2つ飲んでください。は？無限ループ。ここしかないかも。はい、どうぞ、うん、ダブルで。さっきよりはちょっとヤバめなんですけど、私にね秘密兵器今日持ってきたんで、ちょっともう本当にヤバいって時に出したいと思います。秘密兵器何？じゃあここにします。一個だけ。うん、もしかしてあれ。うわっ、 そういうことね。まあ分かった。じゃあそれをね阻止させようか。もう取れるじゃん。え、最悪。はい、ここどうぞ。うわ、絶対ここ狙ってるよね。最悪。うん、うわ、小さい時から。まあ、めっちゃね、僕ねココアじゃなくてオムライスじゃなくてオセロ、オセロ、オセロってね、めっちゃうまかったね。これはやばい、これは負けるな。あ、ここにします。で、2個取り。待って、なんかもう牛乳飽きてきた。結構ちょっともう、ちょっともうって感じ。めっちゃ取れるところはここしかないかな。あー、もう最悪。ちょっと待って、マジでバカなことした。やべえ。ちょっともういいですか、秘密兵器出しちゃって。おねきつかれしむ。この企画やる前から絶対これ飽きるなと思ってたから、秘密兵器を今回持ってきちゃいました。これ、こちらはモネキッズカルシウムをこの牛乳の中に入れるとですね、なんとミルキー味になるんですよ。この飴の好きなやつじゃなくて弾力があって美味しいやつ。そう私たちが大好きなミルキーの味になっちゃうんですよ。すごい。なのでちょっと今回これ気になって使ってみたくて今回用意してきました。あ、すごい、あのミルキーの味する。すごい。よし、これをね入れるだけでカルシウムなどの栄養がもうただ普通に牛乳飲むより補給できちゃうんですよ。だからちょっともう最強な武器を用意しちゃいました。すごいんだけど。え、すごい、ずるいんだけど。うん、甘くなった。しかもなんか牛乳の臭みがない。ちょっとこれなら大飲みいけるかもしれない。ちょっと強するから。よしよしよし。こちらも買っちゃっていいですかね。こちら失礼いたします。うわ、12345 杯のみ。よっしゃー。よし、
探すか。ちょっとこれ私よりじゃない？すっごい白いっつって、うん、じゃあここ行きます。はい、じゃん。もう一個取りですね。こちら置かせていただきます。え、待って、ワン、ツー、スリー。違えよ、お前違うよ。え、ここだよ。あ、そっか。気づいた。やばい、やばい、やばい、ちょっと待って。バーチャー、あげます。どうぞ。マジやばい、やっちゃった。うわ、もう最悪、マジでやったわ。いただきます。行きまっか。やばい、あー、もう本当に最悪。ここにしようかなと思ったけど、ここで。うわ、マジで最悪、本当に終わった。うわうわうわ、マジで終わった。これはやだ。うま。感想、うま。よし、最後、うま。それではやっていきますか。こちらに、うわ、バレた。いきます。きた、そりゃ勝ったな。いきます。あそこ、これ、ここと、ここです。え、ことここです。4個、うん。はい、じゃあいきます。じゃあここにしよう、2個。きつい。よし、そう、私もきつくなってきましたね。やばい、やばい、めっちゃこれでそう、お腹いっぱいになっちゃった。はぁ、早くギブアップしてよ。そんな無理しちゃダメだよ。ココアはさ、さすがに僕はここですね。ここ3つです。はい、決まりました。こちらを貸していただきます。うん、はい、4つ。ここは、え、待って、もう無理、本当に無理。ココアだけに。ココア、ここしかない。君に決めた。すんのすんのす。見てるこっちもきつくなってきたんだけど、飲んでるところを見ると。あ、待って、やばい、ほんとに。はい、ありがとうございます。それではやっていきたいと思います。すごい自信。ありがとうございました。今まで、今回の試合終わりになります。いや、ぶつけますぎ。ちょっと待って、飲み干した後のやつだよこれ。欲しくないか。あー、もうほんとにやだ。はい、私のターンがやっとやってきた。ドーン、うまーい。12、30秒だけ。どうぞどうぞ。お、無理、もう無理。どうぞ。お、無理。え、ギブアップで。え、はい、ということで今回のオセロ勝負、私の勝ちでーす。よーし、ということで今回は牛乳とココアでオセロ対決をしてみました。どうですか。めっちゃきつい。私も本当にやばい。次のターン来てたらやばかった。次のターン来てたらよかった、よかった。牛乳きついじゃん、結構さ、臭みがあるから。今回使った秘密兵器の骨ヒッツカルシウム、臭みもなくなったし、なんかね、牛乳の味があんまりしないんですよ。牛乳苦手な子でも飲めると思うので、ちょ、こういうね、大飲みに適してるかなって思います。ちょ、大飲みする機会もないと思うんだけどね。これ入れることでね、より栄養も取れるので、これおすすめですね。はい、ずっとなんか体調悪そうにしてるけど、ね、具合悪い。大丈夫。今回紹介したのはなんかミルキー味だったんですけど、こちらのチョコレート味もあるんですよ。俺さ、チョコ入れたらよかったな。入れここ、まあね、すいません、もうやばいよそれ。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ、お先に失礼します。ハローネードします。